いつもニコニコ接客できるコツとかありますか？ニコニコしなきゃいけないって思わないことじゃない？そのお客さんにとって何が正解かっていうのがまああるんだけど、まあニコニコした方がいいに越したことはないんだけど、ニコニコしなきゃいけないって思い込む必要はないよね。硬くなるから絶対。なんかこうならなきゃいけないって思うのって結構しんどくない？なんか無理に笑おうとするのって、なんかやっぱ伝わる人には伝わってしまうよね。無理してんだろうな、この笑いはとかさ。だからなんかこう、うまいことをやるんですよね。全然あるよ、私もなんか今日気分乗らねえ。だから毎日やる気ないし仕事とか毎日やる気ないから、私別になんかとりあえず来たけど別に頑張るとか言ってねえし何みたいな。は？来ただけだしみたいなって言っちゃう私。しかも全然テンション低い時とかそういうこと言っちゃう私。お客さんに今日眠いからやる気ないからちょっとよろしく頼むよ、ちょっと喋ってみたい、ちょっとお願い、サードすんのが精一杯。うん、大丈夫です、ちょっと待って、無理だから、無理なの。それはそれで結構なんかちょっと面白いらしくて、もうなんかお客さん笑ったらそれで OK なの。もう別に自分のテンションが上がらなかろうがなんだろうが、とりあえずなんかそういうこと言ってちょっと笑ってくれたらそれでいいか。あ、うちはだからね、他でやったらぶっ殺された分。